ですね、あのビデオ、あのビデオレターというわけではないんですけれど、はい、けれどもテープをいただきまして、あの実はですね、この6月30日に佐伯区民文化センターで行われました、五日市中学校吹奏楽部 OB コンサート、この模様をね、ご紹介した。そうなんですよ、あのトピックスではね、あの実際に出演されるお二人が、はい、あの PR に来られてフルートの演奏をね聞かせてくれたんですけれども、あの方たちが実際にステージに立たれた模様をね、あのビデオに収めて送ってくれて、まあ、これが今ご覧いただいている映像なんですけれどもね、もう本当あの五日市中学校といえばほらマーチングが、ね、有名ですよね。そうそう、あの全国大会まで進んでね、まあ、立派な成績も収められたんですけれども、あの時現役で活躍していた OB が、まあ、今回、まあ、OB コンサートということでね、演奏を繰り広げてくださったということなんですね。なかなかね、まあ、こういうふうな、OB が、自分たちでね、まあ、今高校生じゃないですか、はい、それがもう自分たちの手でその企画からああいう会場を借りて、それからまあ演奏もして、それぞれにもうね卒業してバラバラになってるのに、もう一つの目標のもとに集まってね、まあ、こういうステージが持てたっていうのはなかなかね、やっぱ絆って深いもんなんだなと思ってね、私もまあ PR しに来てくれたね彼女たちとお話しながら、それからまあこの方が寄せてくださったね、ビデオを見ながら感じたんですけれどもね、どうですか藤井さん、このコンサートの模様を見て。やっぱり音楽でもスポーツでも何か一つのことに打ち込むと、あの、まあ、共通の趣味というか、こう話題というか、やっぱり仲間がどんどん広がるじゃないですか。そういった意味でもやっぱり、まあ、中学生だからとか小学生だからとか関係なくてですね、本当に続けるっていいことですよね。今回のコンサートもすごく良かったみたいで、そうですね、またこういった形でね、あの2度目3度目とね、あるとまた私たちも足を運びやすいので、ぜひまあこういう企画はね、面白い企画盛り立てていってもらいたいなというふうに思います。そうですね、はい。最後にですね、皆さんに一つお願いがあるんですが、はい、あの私たちがこうして作っている番組に関するですね、あの感想やご意見をいただきたいと思っています。そうなんですよね、はい、あの私たちあの